はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは、ゴローでございます。6月29日、今朝の一言始めていきたいと思います。今朝の一言はリーダーの使命ということで解説文を読んでいきたいと思います。指導的立場にあるリーダーと呼ばれる人々は、自らの言動が人間として恥ずべきところが少しでもないか、常に厳しく自問していくべきではないでしょうか。あらゆる分野でリーダーと呼ばれる人々を先頭に、一人一人が人間として正しいことを追求するようになって初めて、社会全体のモラルが向上し、健全な社会が築かれていくのだと思います。はい。ということなんですけども、まあ、そうでしょうね。そうでしょうね、というね。そうですね。これはでも、やっぱ、まあ、その時代、その時代において、まあ、リーダー的な人がいるわけなんですけどね。まあ、政治しかり、まあ、経済しかり、なんかの団体しかり、だと思いますけど、まあ、総じて言えるのは、やっぱまあ、そのリーダーの器以上に組織は育たないということだと思うんで、まあ、どんな小さな組織であってもいいと思いますけども、まあ、小さな組織でいくと、まあ、家族とかね、うん、まあ、自分がお父さんだったりした場合、まあ、家族を指導する立場だと考えた場合に、お父さんの器以上の家族にはならないというかね、まあ、これちょっと使い方合ってるか分かりませんけども、まあ、どんな単位でもいいと思いますけども、そういうつもりで、自らをやっぱ高めていくということが大事なんじゃないかなというのと、やっぱりまあ、リーダー的ないろんな要素は必要だと思いますけども、やっぱ未来をこう、想像させてワクワクするようなことができるために日々研鑽もするし、まあ先見の明じゃないですけども、いろんなことをインプットしたり考えたりっていうことが、大事なんじゃないかなと。まあどんな小さな単位でもいいですけども、そこでリーダーみたいなことになってる方は、その組織団体にとってこういうことをすると、もっと僕らの未来は明るくなるぞっていうのを提示できるかどうかみたいなことがね、器量というか器というかどこにつながってくると思いますんで、そこら辺をちょっと、意識してみると、自分の器も大きくなってくるんじゃないかなというふうに感じた次第でございます。ということで今日も頑張っていきましょう。